水においては円柱灘の深きを見、人においては佐久間を見る。観覧学芸のことを問い、ついに天下の勢いに及ぶ。嘉永三年七月、数えて四十となった道山は、藩の許しを得て、深川小松町松代藩邸に養蜂塾を開設いたします。西洋科学技術の第一人者、養蜂製造操縦の第一人者、佐久間道山。その名声は日を追うごとに高まり、深川藩邸の道山塾はお砂お砂の大盛況。松代藩士はもとより諸藩のエリート藩士たちが続々と集まってまいります。道山塾入門者門弟控え長旧門録を紐解いてみますと、勘林丸館長旗本退屈男勝林太郎、伊予大須藩武田綾三郎、美作津山藩津田新一郎、下佐桜藩木村文太郎、兼松茂蔵、長岡藩小林虎三郎、河合次之助、田島伊豆市藩加藤博之、熊本藩宮部定蔵、長島三平、長州藩吉田松陰、白井狛江、福井藩橋本左内、久留米藩牧泉、土佐藩坂本龍馬といったそうそうたる麒麟児たちがその門を叩き、門弟は数百人を数えたのでございます。ではその学び屋は一体どんな雰囲気であったのでしょうか。それを皆様にお伝えするために、後に初代帝大学長となる田島伊豆市藩出身の加藤博之の談話をご紹介いたしましょう。その頃はいろいろな藩から多くの藩士たちが競うように道山先生の門に入ってまいりました。中でも中津藩の人が最も多かったことを記憶しております。私が先生の門に入ったのは先生の42、3歳の頃でございます。先生は長身、中肉、総髪ですこぶる威厳がございました。またかなりのカリスマ性を帯びておりまして、いわゆる一相手たけからずとも言うべき風采でございました。先生はその頃小引町に住んでおりましたが、普段家にいても大抵紋付き羽織袴で過ごしておりました。午前中は書物が乱雑に置かれた八畳ばかりの書斎で、本の山の中に座って和、漢、蘭の書を読んでおりました。お昼過ぎには門人が集まる稽古場に出てきたり、あるいは蘭書を手にして講義をしたり、200坪ばかりの空き地で連兵足並みの指導をしたりと、日の暮れるのも忘れるほど熱心に教えてくださいました。講義、足並みなどの訓練が終わった後は、門下生と一緒によもやま話などをして余念なく談笑しておりました。そのお姿は今なお私の眼中にとどまっており、40年余り昔のこととはとても思えません。道山塾の二虎といえば吉田松陰虎次郎と小林虎三
のは松陰22歳の時でございます。彼を死象山に引き合わせたのはもう一匹の虎、小林虎三郎でございます。小林虎三郎と松陰とはその資質は全く異なっておりましたが、年が近いこともありとても気があったようでございます。象山はその二人を比して義芸の胆略、平文の学識、皆規制の際なり、ただことを天下になす者は吉田氏なるべく、我が子を委託して教育せしむべき者は一人小林氏なるのみと評価しております。実際に松陰はことを天下になす者として安政の大獄で死罪に処せられ、一方の虎三郎は謹慎の罪に落とされながらも生き残り、我が子を委託して教育せしむべき者として象山の息子角次郎を託されることになるのでございます。松陰が最初に象山塾の門を叩いた時、その身は痩せ細り、まるで骨が貧相な衣をまとっているような姿だったとのこと。髪はよもぎのようにボサボサで、顔はアバタ面だったのでございます。虎三郎もやはりアバタ面で、その上左目が幼い時の事故で失明白濁しており、右目のみが乱々と光っている異貌の若者でございました。その虎三郎のことを松陰が後にこう述べております。象山先生に初めて見えた時、虎三郎が紹介の労を取ってくれました。虎三郎は顔一面に天然痘の跡のあばたがあり、私と同類と思われました。年齢もまた同じくらいで、その名もたまたま虎三郎と虎次郎で同じでございました。違いは虎三郎にはあふれるような才能があり、私はまことに最愛しい人物だったということかもしれません。その結果虎三郎は象山先生との関わりで罪を被り、私の方はその罪によって先生を煩わしたのでございます。松陰が虎三郎に対してその容貌、年齢、名前などのさまざまの点から親しみを覚え、また入門に際していろいろと面倒を見てもらったこと、才能、学識ではるかに及ばないと感じていたことなどが述べられており、その熱き信頼関係は象山塾という優れた場と時間が生み出した奇跡と言っていいのではないかと思われます。そしてそれは松陰と虎三郎の間だけではなく、象山塾という場と時間を共有し、その高みを垣間見た門人すべてに言えることなのではないでしょうか。象山と松陰にはこんなエピソードもございます。松陰は象山の志高きを知らず、洋楽の知識を売っている学者の知識を買いに行く程度の思いで平服で象山塾に出かけます。ところが象山は、貴殿は学問するつもりか、言葉の技術を習うだけなのか、後者なら別の塾に行きなさい。もし学問するつもりがあるならば弟子としての礼を取ってきなさいと諭します。松陰は自
用されることが多いのでございますが、決してそうではありません。そこには道山の学問に対する真摯さ、学問が技術の習得ではなく世を救い人を生かすものであるという思いの深さがございました。ですから松陰が衣服を改め道山塾を再興したのは死に対する礼であると同時に学問そのものに対する礼であったのでございます。道山塾の青春群像の一編、道山塾の二虎吉田松陰小林虎三郎を例に種々申し上げました。門人は死を敬い、門弟同士信頼し合い学び合うという理想の学問環境でございました。その中で山本角馬は蘭学や洋学の知識を学び、洋式兵学の研究を深めていったのでございます。ここに山本角馬と佐久間象山との緊密な師弟関係を伝える一文がございます。生前角馬のもとを訪れ薫陶を受けたという信州松本出身の教育者水崎喜一の書いた角馬追悼文でございます。先生、山本角馬はいつも世の中の人は鎖国の論を言うをやめるべきだ、大砲も少なく戦艦もほとんどない状態でどうして西洋列強と戦えるのか、誰が助けてくれるのか、日本をもし強国にしようと思うなら地球を一周して学び世界の現状を知り、その後に発言すべきではないかと言っておりました。角馬先生がそういう考えに至ったのは佐久間象山先生の五大陸、特に欧米について学び知り取り組む姿勢に打たれ深く感化されたからでございます。角馬先生は佐久間象山、横井湘南、勝海舟をもって維新前の三傑と呼んでおりましたが、師としての象山先生には九死の情ことに深き思いがあり、その教えは真心がこもったものだったと言っておりました。大砲も少なく戦艦もほとんどない日本という国を強くするため意の術をもって意を制すという象山の視点がここで角馬の視点とクロスするのでございます。水崎喜一は象山の真摯な学びの姿勢が角馬を感動させ深い師弟関係を結ばせていったと、その影響力の大きさを語ってくれたのでございます。嘉永6年6月黒船来航。の波が押し寄せ、ロシア、アメリカもまた日本を含むアジア侵攻の機会を狙っていた時代でございました。その疾風怒涛に立ち向かうべき日本の黒船は
上の楼閣と帰してしまったのでございます。松陰らの黒船密航計画が失敗し、地である象山も連座して捕らえられ、松代での蟄居を強いられるという事件が持ち上がったのでございます。弟の
山本角馬はその嵐の中に凛として立ち、会津藩のため、幕府のため、苦難の道を歩み始めたのでございます。そして8年の歳月を経て風雲級の京都に向かっていくことになるのでございます。佐久間象山という思想的巨人に出会ってしまったことが、会津の保守的風土で育った山本角馬という男に大いなる起死回生を引き起こした。結果、会津武士の中に優れた異端児を作り出すことになったのでございます。